皆さまこんばんは、えー、私たちは NPO 法人地球野外塾です、えー、私は代表の海老沢と申します、えー、本日は私たちの団体の簡単なご案内をさせていただきますまずあの私たちの団体ができたのは、えー、と2004年です、えー、当時早稲田大学の探検部の o b 有志たちが、えー、その時代の 自然体験でよくありがちないわゆる危険を全部排除しちゃうような傾向に対して疑問を持ってもっとありがままの自然の中で子どもたちを遊ばせるともっと力が伸びるんではないかという課題感を持ってその課題解決のために設立されたのが私たち地球野外塾です。で以来 守られすぎない自然体験というのをモットーに活動しておりますで具体的にはどういうことかというと危険要因を排除しきるのではなくなるべく下見は下もその場所の様相とか条件は変えずにあるがままの自然の中で えー、子どもたたちが活動していただけるようなでまたはそうした活動の中で、えー、子どもたちがたくさんの試行錯誤をするその場に出てきたその危険にどのように対処するのかそれは経験不足な子どもたちだけではできないことなので私たちスタッフがそこでアドバイスをする。でもも実際の主体は子どもたちということで、えー、こうした活動はあのー 残念ながら多くの子どもたちに、えー、濃い試行錯誤をさせるというのは大人数ではできにくいので私たちは、えー、と設立当初から少人数の自然体験をもと,うとしておりますでこのコロナで、えー、運営にか私たちの運営に関わるさまざまな要因が変わってきました。 で例えば外出機会が減ったり、から一人または小グループでの行動が多くなったり、これはあとは経済格差が広まってしまったりというようなことがあります。でこれは私たちの運営のみならず皆様たちご本皆様たちにもうむしろおあの重要なあ。 こう影響を及ぼす環境変化なんではないかと思うんです。で、えー、例えばキャンプブームのように自然の中に出たいという欲求はあるものの、キャンプブームキャンプではですね、なかなかこう到達し得ないことがあります。例えば川で泳ぐとか、海で泳ぐ、それから木や岩に登るとか。 えーまあ、あとはあキャンプはどちらかというとおきれいきれいで済ましちゃうので、えー、例えば雨の中で、えー、歩くとか、まあ、そうしたいわゆるしんどい体験とかあとはちょっとバッドな体験、まあ、私たちはシンドバッド体験と呼んでるんですけれども、まあ、こうしたものがなかなかできにくいでそうしたものをおそうした体験ですね をフォローできるのが私たち自然体験あの私たち地球野外塾であると思っています。皆さんがご家族でキャンプから少し外に出てみたいとき、私たちがお力になって行くことができればいいかなと思っています。で私たちの自然体験は野外塾地球野外塾に来ていただいたお客様。 ご参加者様たちが今度はご自身で例えば子供もたちだけでもしくは親子だけで自然体験を安全に遂行できるようにそのスキルを共有していくのをモットーとしていますなのでまある意味では野外塾離れがいいご参加者様が一番望ましいということで鋭意短い時間の間に私たちが持てる 経験則、知識をお伝えするように努めています、えー、詳しくは野外塾で検索いただくとすぐに概要が分かりいただけると思いますぜひ、えー、と皆さんの豊かな自然体験に、えー、地球野外塾をご活用いただければと思います本日は本当にありがとうございました